ドミシことね、私たちはチェゴです。はい、ということで今日はことねのカバーダンスする時のメイク、イエーイ。はい、毎日メイクを出したんですけれども、それとはまたねちょっと違ったメイク方法をしていまして、今回はそちらを紹介していこうかなと思います。それではレッツチェック。はい、まずはですね、化粧水とか乳液とかは終わったので、次はコンタクトを入れていきたいと思います。コンタクトはですね、こちらのブラックピンクさんのカラコンになります。このカラコンの色はリーフっていうカラ色になります。こんな感じ。オッケー、できました。髪色が緑だから緑のカラコンにしました。そしたら次は下地に移ります。下地はこのセザンヌの皮脂テカリ防止下地っていうやつです。こうちょんちょんちょんと適当にやって手で広げます。どのぐらいさ下地塗ったらいいのかわからないけどさ、適当に塗ってる。でその間にこの、まあ、前に紹介したねリップでちょっと保湿します。はい、下地塗り終わりました。そしたらこのめっちゃ反射してる、このクリオのキルカバーっていうやつを塗っていきたいと思います。私はなんか04番ってやつですね。これめっちゃいい感じです。でこれで適当にこうパン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 やったら広げていく。じゃん、そう、良くない？結構薄塗りのでもカバーしっかりするみたいな感じのがめっちゃいいので。そしたら次は眉毛に取り掛かります。まあこれ前も紹介したけどセザンヌさんのペンシルのやつです。でちょっとねやり方が昔と変わったんだ。眉毛前はここからも描いてたけど、今度はなんかもうこれちゃんと毛が生えてるここの部分から描いていく。ちゃんと毛があるところのみこれ線引いて、両方描いたらこんな感じ。そしたらこのケイトデザイニングアイブロウ03番、一番濃いところをうちの細い筆のところを取って眉尻のところを描いていく。まあここまではね前回と変わんなかったと思うんだけど、次はですねこの真ん中の色とここの色を若干こう混ぜた、ここの内側もうここもう描いちゃう、ビーって。中に入れ込んじゃう、こんな感じで。さっきのやつの一番薄い色でこう下から上にこう塗っていく感じにやります。そしたらね前回と変わりません。これを塗って眉毛を整えていきます。こんな感じです。そしたら次アイシャドウに移りたいと思います。アイシャドウはこちら、テラン、ビゼアバンシングルアイカラー029です。中はこんな感じでちょっとオレンジっぽいような茶色っぽいような感じで、これ100均のさ筆なんだけど、めっちゃいい100均、侮れないわ。でこの100均の筆で、まあ色味の感じは前回と変わらないんだけど、オレンジっぽいような感じで変わらないんだけど濃くなった。でこれもパンダやっていきます。化粧はね家庭がほんとひどい、すっぴんよりもひどいかもしんない。じゃじゃん。私は前も言ったけど目が離れてるから内側までこう塗ります、ここまで。あ、そしたらこの色を使ってラメを入れていきます。全体的にでこれも下までやります。
そしたら、まあこれも変わんないこの折り式で二重を作っていきます。この後にね、企画もう一個あるやるんだけど、めっちゃ楽しみなの。それが何かっていうのはちょっとネタバレになっちゃうから言わないけど、楽しみに待っててください。でちょっとね、幅を広げてます。てか今年の夏とかさ、どうなるんだろうね、この世は。また感染者がだんだん増えてきてるじゃん。なんかちょっといつもと違う感じするけど、まあいいや。よし、アイプチオッケー。そう、二重幅違うけど、そこは気にしないでください。でも私結構ね、二重幅違う人好きなんですよね。なんかみんなよく一緒にしたいとか言う人いるけど、なんか良くない？二重幅違うの。そしたら、じゃあ先ノーズいっちゃおっかな。先ノーズ、いや、やっぱアイラインにします。いや、先ノーズだな。ノーズはこのセザンヌさんのマットブラウン4番です。でこれまた100均の筆、これめっちゃねいいんだよ。このここシュって斜めになってるの、ここがねちょうど鼻にフィットするの。うちのここシャッシャッシャッってやったら、眉毛のここのところから下になぞるように描く。いやマジでさ、この筆がね良すぎてね、この筆にしてからね、化粧で一番楽しみなね部分はノーズシャドウになりました。ノーズシャドウのやり方いろいろあると思うんだけど、これはもういろいろやってみて自分の鼻に合ったやり方をやったらいいと思います。私もいろいろ試してみました。ここだけ塗るとか、あとここだけ塗るみたいなやつ、結局なんかこう全部塗るのになんか落ちた、そこに。あと鼻のここにもうなんか塗るといいらしい。まあ、そしたら安定のここですよ、唇の下。はい、じゃあ次はアイライン。アイラインは前と変わらないこれです、まあ、やり方としてはまあそれもあんま変わらないけど、もう跳ね上げですね。で結構こっからこう跳ね上げに行ってたかもしんないけど、今度はこうグイーンみたいな、こういう跳ね上げのやり方にします。こういう感じ。でまあ、アイラインのやり方も前回とあんまり変わらないですけど、前回ここまで塗ってたかな、ここまで。最近ここまで塗るようにしてます。目開けてなんか二重のこの形に合ってるかどうか見ながら、でなんかちょっと今ここが足りないなって思ったので付け足すっていう作業ですね。でそしたらこの目尻、目頭、ここにも塗っていきます。そしたらセザンヌさんのトーンアップアイシャドウ02番。02番じゃなくて02番っていうの。絶対違う。嘘、02番、え、02番って言ってる人いない？たまにいない。嘘、うん。黒目のところらへんまで塗っていきます。こんな感じです。そしたらエチュードハウスのこの涙袋カキカキ、さっき塗ったところの上にまたちょっと軽く塗ってあげる感じです。これでもめっちゃのさ、前に買ったんだけど全然減らない。そしたらまつげ、今度はこのキャンメイクの下地を使ってます。まあ乾かしてる間にハイライト、これはセザンヌです。これなんか可愛いよね、このさパッケージ。鼻に全体に塗ります。おでこと、あとほっぺ、ここ三角、あと顎。いやマジ顎大事。よし、じゃあちょっと下地が若干乾いてきたということで、もう一回まつげを上げて
やば、めっちゃ上がった。買いました、ラッシュニスタに。こっちか、ラッシュニスタね、いいのかなと思ってちょっとこっちにしてみたけど、でもまあ結構伸びる。最初ね、なんかここのさ、ここの芯の部分がさ、柔らかくない？この芯の部分が、なんかそれがすごい使い勝手悪くて、うち的になんかうわ嫌だなと思ってたけど、なんかもう慣れた、慣れてきたら結構ラッシュニスタいいかもって思ってきた。で、下まつげにも塗っていきます。そしたら次、やっとリップですよ。もうリップに行くまでが長い、マジで。でもリップやっぱね、リップ塗るとテンション上がるよね。ねー、はい。でなんかこうアイシャドウオレンジじゃん、だからオレンジ系のリップがいいなと思って、じゃん、これはこれもアクラチフレフ安定に若干オーバーリップやってます。たらー、お気に入りのこれボリカ、ボリカって読むの、これ02番です。あ、インスタ見てくれてる人はわかると思うけど、これめっちゃお気に入りなんですよ。じゃじゃーん、完成しました、イエーイ。これが私がカバーダンスをするときにするメイクになります。どうですか、ちょっとね強めな感じ、強めっていうか、うん、釣り目とかにしてちょっと強い感じの目にしてます。逃がさないゴーダゲン参考になるかは分からないんですけど、どうですか皆さん。うんうん、なるほど、ありがとうございます。はい、ということでね、ちょっとこういう感じになりました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、最後でした。バイバーイ。